だから前もやってても、あの卓球のとは一緒で、結局本能が入ってくると結構こっちゃうし、だから腕が動かなかった、クラブヘッドが走んないから。どっちが強い方がいいんですか？それもまあ結構やっぱ、両手がいいんだけど、スピード上げたかったら右手、絶対に右手で、左手は力を入れるのはこっちでしょ。だから左手を使うっていう選手はこういう使い方をしている選手。そう、こうやって外線を切って、前、ちょっとこうじゃん、こうやってやってる、これこうじゃん、あ、やってない、これ結構何ですか、こう握ってから、結構やばいか、そう、これこうね、そうで、左を、そう、これやばいし、これやばい、これ左手、小指側しか握れないでしょ、うん、そう、これでアイアンでちょっとこれこれね、何球かやると左手がいかにこっち入ってたか分かる、そうそう、打てるから、でも左手の小指側が、そう、そう、止まんないよ、結構、左手がこっちか、うん、うわー、そう、多分、こうしただけで多分止まれない、こっちにできないから、そう、結構いけるでしょ。これだと何なのって言ったら、内線位っていうのは結局、親指側のがグーって掴むとこうなる、そう、そうそうそう、そういうこと、そう、親指側をグーッと物を握るとか力を入れるだけでこうなる、ヤホーするでしょ、こっちだけだとならないならないでしょ、で、こっちをそうやんないでしょ、でこっちは小指側を鎖骨っていうのはちょっと近いからこっちになりたから、こういう動作日常生活はないないでしょ、そうそうそう、こっちだから、こっちだ、ね、そう、さっきの一応君とかやった時は離したらこっちしてみる、こういう動作でも心じゃなかったどうなるんですか、どの人こっちギュッと握ってこういう状態で、こういう喧嘩してる、そうそうそう、親指が入ってるでしょ、だからグリップがさ、こうじゃはなってないけど親指側に穴開いてる人でしょ、いやここね、そう、そっちもそうだし、グリップがへこんでる人多いでしょ、めっちゃ多いんだよ、左手がグリップが入り込んでる人、そう、そう、止まんないでしょ、止めれない、止めないの、そう、必要ないの、いいでしょ、そう、これで完全に両手でリップス直ったら、リップス的に合ってるから、え、すごい、なんでこっちが入っちゃう、こっちになっちゃいけないって、これがブレーキだから、これがブレーキだから振り子の視点をこっちに動かして、でもこっち側にしか変わってなかったら絶対こっちにかけやすいし、そう、親指いらないんじゃないかグリップの練習ね、練習だけ、でもなんかここにあると絶対入っちゃう、だから結構でもこうじゃんは入ってない方だ、親指そこも穴開いてないから、そうそう、でも結構みんな結構ここ本当に穴開いてる人めちゃくちゃ多いわ、結構終わってるから、だからこういう状態にしてもう触ってるだけ、でも実際はこの腰から上行った時は使うから、そうそうそう、だから使うんですね、使うんですよ、視点がトップポジションで乗ってくる可能性がある、そう、なんか親指動きますね、癖でこうやってだからまあここに普通のところに置いててもちろんいいんですよ、いいんだけど多分押さえなきゃいいよ、そうそうそう、そう、押さえなきゃいいよ、ちゃんとライン出したらそんなにすごい全然違うの、こんなペラペラだもん、クラブ降りてきたらクラブが自分の中で切りくりまっすぐってどういうことしたんですか、僕は小指でこういうサイズで、はい、ゴーちゃん頑張ってか、そう、そう、これがまっすぐじゃん、でもこれが親指側にグッて握って僕に一切かけないやばい、分かる、これがシャークしたりとかダブったりしてる、全然小指に乾杯じゃん、一回ここからスタートする、なんでスタートする、すごい力入れてるのに、親指が力入れてる、まあ、内線させて余裕で負けるじゃん、親指で、そう、親指外したらこういけるじゃん、できる、そう、そう、で、これが見て、これがインパクトの形でしょ、クラブをまっすぐ扱うっていうことが一番原点じゃん、原理原則で、そう、そう、天使のデカッ、ほら見て、この骨盤フル旋回してるでしょ、そうそうそう、これを徹底的にやらないからはい、はい。
ありがとうございます。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。